皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。今回なんですけれども、まずは、皆さん、昇級試験お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。自分の方はですね、一応、目標といいますか、まあ目安で、まあ、400以内を、まあ、目指して、周回しておったんですけれども、まあ、一応また多分そうですね、26日の日に、また順位の、通知が来ると思いますので、またその時に、動画の方で、報告させていただこうかなと思っております。ということで今回なんですけれども、ガチャ、来てますね。超人祭ガチャ、こちらがなかなかの熱いガチャですよね。10連引けば、まあ、10連しかないんですけど、11連ですかね。まあ、引けば、超人祭の限定キャラが、1枚確定ということで、来ております。まあ、ちょっと内容だけ見ときたいんですけれども、通常枠での星5ですね。まあ、こちらはもう、まあ、置いといて、もうこっちですよね。3% で、7段階覚醒のキャラですね。3%。で、その他は、こちらの、7段階覚醒以前の、超人祭限定キャラですね。が、入っております。まあ、すべて入ってるということで、まあ、自分の、まあ、お目当ては、やはり、まあ、まず第一に持ってない、まあ、キャラが当たればいいのかなというとこと、なんせこっちの7段階覚醒ですよね。が、自分持ってないんで、それでもいいんですけども、当たれば、嬉しいと思います。はい。まあ、結構昇級試験でも7段階覚醒のキャラ持ってはる方、よく、相手で、当たったんですけど、やっぱ強いですよね。強いですね。やっぱこれは欲しいということで、これ今回当てていきたいと思います。まあ、それ以前のキャラで言いますと、あれですね、孤独サスケですね。孤独サスケ、こちらですよね。もうずっと欲しい、キャラの、中の一つなんですけれども、まあ、これが欲しいかなと。あとは、こちらの疾風ナルトですね。ちょっと自分持ってないんで、これが欲しいかなというところです。ということで、10連、11連ですね、引いていきたいと思います。初回は31個ということで、2席38個で引けるんで、引いてみたいと思います。では、行きまーす。まあまあ、1枚確定してるんで、爆死っていうことはまあ、ないんですけども。さて、何が来ますやら。1枚目、2枚目、確定枠ですかね。これではないですよね。ないですね。限定キャラは最後に来るかもしれませんね。これ5枚目ですかね。6枚目。7枚目。8枚目。9枚目。10枚目。そして最後。で、これも開くやつですね。はい。はい。さて、7段階覚醒でお願いします。違いますね。何やろ。これは、持ってないっすね。確か。はい。3スクミの桜ですね。これは、はい、確かに持ってませんでした。これは、いいとしましょうですが、そして、7段階覚醒欲しいんで、もう11連、まあ、2席もあと1回引けるんで、もう一回引いてみたいなと思います。それでは、というわけですいません。ちょっとだけ処分します。すいません。これはもう、僕のミスですね。完全に。取ったつもりなんですけど、あ、そっか、あれでプレゼントで結構もらったんで、それで枠が
埋まっちゃった感じですね。すいません、お待たせしました。では気を取り直して、もう11年いきたいと思います。まあそうですね、なかなか 3% やったら厳しいとは思いますけれども、まあその中でも欲しいキャラなんで、2枚目3枚目、まあ2枚抜きしてくれたら本当ね嬉しいんですけどね。まあなかなかそうは厳しいかもしれませんけども、結局は出てきませんね。今回も一番最後のパターンになるかなと思います。天道ですね、さてこうですかね。これはさて後ろが輪っかが出れば、出ませんね。邪魔をするなら容赦はしない。なるほど、はい、このサスケは入ってますね。まあ、株って人道も11になってるんで、ちょっとですね厳しいのが来ちゃいましたね。まあということで、まあ1枚は持ってないキャラが出たということで、まあとりあえずは良しとしたいんですけども、まあ昇級試験の、まあ、報酬で、一種も、まあ、僕はもらえるということがあるんで、まあもう11連はいけるかなと思っておりますので、またですね報酬もらった後もう一回引きたいなと思いますので、その時はまた動画でご報告させていただきたいなと思います。あとまあその昇級試験の順位と、まああとは昇級試験ちょっと今回やってみたかと、ちょっとね話させていただこうかなと思っております。はい、それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また、の動画でお会いしましょう。さよなら。